こんにちは宮沢優衣です。学校の先生方に教壇に立つ喜びに触れていただきたい。そのために学級満足度を毎年9割超えの学級芸術を1日1本 YouTube でフィリピンセブ島からお送りしております。今日のテーマはですね7月に整え直すべき学習規律7選7つも紹介していきたいと思います7月ってですねこれ僕の肌感覚なんですけれども学習規律がですね若干乱れていくんですね荒れていくんですね理由は分かりませんあのいろいろあると思います 暑さ水泳学習の疲れもうちょっとでもう夏休み入るからまあまあいいかってちょっと自分自身が甘くなっちゃってるいろいろあると思うんですけれどもこのが規律の乱れがです、ね、子どもたちのトラブルを生んだりあるいは2学期の学習の始まりに悪影響を及ぼしていくっていうことがあったりするんですね。なののでで自分自自分分身が担任をししていた時には7月ちょっともう1回自分でこう少し、ね、こう回ここ少ねあの カブトの尾をキュッと締め直すじゃないですけれども、えー、背筋をしっかりピンと立ててですね子供たちに指導に当たるようにしていた時期でもあったんですね暑いししんどいと思うんですけれどももう一回この動画を見ていただいてですねあちょっとおろそかになっていたなっていう部分が7つのうちどれかあると思いますので良ければですね最後までご視聴くださいよろしくお願いします。宮沢優位教育研究所 さあ早速本題の方行きたいと思いますけれども今日は目次は全部で3つ1つ目がですねちょっともう結論ズバッとお伝えしていきますで2つ目が徹底指導すべき学習規律7選ここがメインですねで最後注意点が2つほどあるのでこれ3つあの注意点2つ紹介して終わっていきたいと思いますまず1つ目結論なんですけれども 結論もちょっとあの二つありまして、2つお伝えしたいことがあります。これ1つ目はですね、規律破綻が起きる場面の直前に再確認をしていきましょう、再指導をしていきましょうということですね。えっと何か悪いことが起きた時に指導をすると、どうしたって叱る、注意叱責になるじゃないですか。で、どんどんこう学級の雰囲気っていうのが停滞して落ちていくんですよね。そうじゃなくて、悪いことが起きる直前に指導をすることで、子どもたちの行動を修正させて、そうそうそうっていう。 褒めに 演じていくことができるじゃないですかこれ結構ベテランの先生方やってるんですね。えっと若手の先生とベテランの先生同じなんですよ挨拶しましょうとか掃除しっかりしましょうって同じ言葉言ってんだけども掃除の前に指導しているベテランの先生と掃除の後に指導している若手の先生ここちょっとこう分かれ道なんですよねなので問題が起きてくる、えー、今日で言うと学習規律ですね学習規律が乱れる直前に指導をしていくっていうことですね具体は、えー、この あと7つほどね紹介していきますでもう一個お伝えしたいのがですね7月に最徹底する意味をきちんと子供たちに伝えていきましょうこれを言わないとまた口酸っぱくいつもと同じこと言ってるわっていう右の耳から左の耳になっちゃうんですねそうじゃなくって子供たちにこの7月だからこそもうちょっと夏休みに入るだからこそもう一回やり直そうよっていうそういう指導をしていきましょうおすすめの指導方法はねあの こんな言葉を教えてあげるとといいと思い思ます。皆さんにとっても素敵な言葉を教えてあげましょう。じゃんこちらでございます。まあ、黒板とかに書いたらいいと思うんだけれども「守備一貫」ちょっと難しい言葉だね。皆さん知ってますかって言うと多くの子どもね知らないっていうと思います。まあ、知ってる子どももいるかもしれません。この言葉はちょっと字見たらわかるけれども守備首と尻尾が 一つに貫いているってるそういう意味なんだけれどもつまりこれは始めと終わり同じように大事にしてきたものは大事にしていこうよやってきたものはやり続けようよそういう意味の言葉なんだよね思い出してほしい4月一生懸命挨拶していた提出物出していた授業も頑張っていた7月今どうだろうか4月に比べて頑張るこのやる気の気持ちっていうのは 上がってるだろうか変わってないだろうか落ちているだろうかもしも今落ちちゃってるんだったら7月だからこそもう一回あと夏休みまでの2週間一緒に頑張っていこうよ守備一環とっても素敵な言葉だからぜひ 覚えておいてねっていう,ふうにね言ったらいいと思います。これは別にねあの小学校学年じゃなくても中学年でも低学年でも指導できます。結構難しい感じの指導ってあのなんか子供もたちからしたらねかっこよく見えるみたいですね。へえそうなんかなんかかっこいいなみたいなねそんな風に思うみたいです。ぜひぜひ指導みてしてみてください。規、え、律、ー、破綻が起きる場面の直前に指導再確認をすること。そして 7月だからこそやっていくんだっていうこの動機づけをきちんと指導していくことによって子どもたちのね頭と心にこうバチンと指導が入っていくことになります。さあじゃあ具体的にどういう学習規律を整え直すべきなのかっていうものをね7つ紹介していきたいと思います。目次の2つ目でございます。7つもあるんでもうすでにですね5 6分喋っちゃってるのでちょっとトン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 こうあのサクサクいきますね。えー、では行きたいと思います。まず1つ目朝入室時の挨拶でございます。 子どんどんわらわらわらと投稿していきますけれどもこの時の朝のおはようの挨拶ですよ朝の会の挨拶じゃないですよ子どもたちが投稿してきての挨拶ですおそらくですね多くの先生は4月なんか教室に入ってきたら友達に挨拶しようよとか言ってたと思うんですよね言ってる先生が多かったと思うんですでもしそういう風に指導されているんであれば7月も同じですね同じように子どもたちに対して指導をしていきましょう結構この辺が何 になっっっててしまってるクラスってのあると思うんですよね朝挨拶しようっていう指導をしているんだったらもう一回指導をしていきましょうそして指導のタイミングはこれ難しいんですけれども朝の投稿の直前に指導をするすなわち前日の帰りの会さよならの時の担任からの連絡で明日の朝教室に入ったらもう一回「おはよう」言ってみようよじゃあ黒板に書いておくね。 朝友達に挨拶しよう」っていうふうに書いておくとです、ね、子どもたちピンと翌朝思い出して挨拶ができるようになっていきます。で、 褒めてあげたらいいということですね。また、好循環に回っていくということですね。続いて、二つ目でございます。提出物の提出の仕方、もう一回確認しておきましょう。結構、子どもたちは、提出物ね。プリントとプリントがこうぐちゃぐちゃぐちゃってなってしまったりして、担任の先生も困っていると思います。四月はきちんと指導されていたと思いますし、子どもたちもピシッとやってたと思います。けれども、この五月、六月、七月、次第にまたぐちゃぐちゃに戻っていってしまうんですよね。ここ、あの指導をしていきましょう。 タブーはぐちゃぐちゃになった後これ何やってんのこれダメでしょ」じゃないそうじゃなかったですね思い出してください。ぐちゃぐちちゃゃにになる直前に指導をしてあげたとい,い,いうことですね例えば国語の授業をしていて今プリントを回収するのであればですねそのプリントを回収する直前に提出の仕方の正しい、えーまあ、行動あるべき姿っていうものを共有した後にですねそれでは回収します持ってきてくださいって言って。 提出させるわけですねするとピシッと整えて,整っていますから素晴らしいですねやっぱりやればできるんですね7月最後までこういう形でやっていきましょうねちょっと嬉しいから写真撮っちゃおうかな学級通信に載せとくよみたいな感じでねやったら子どもたちもは嬉しいっていう風に思ってくれると思いますさらに加えて宮沢の場合なんですけれどももしもずれていた時の対応も教えておくといいと思います自分が提出をししようとした時にあ ズレてるなっていうふうに思ったら気づくことができた素晴らしい気づき主だな気づき主がいたとしたらトントンってちょっとお友達の見られた提出物も整えてあげると。 とってもいいよ、優しいことだよってことをね、あの伝えてあげるといいと思います。まあ、そんな指導もありですね。3つ目でございます、朝の会の挨拶ですね。まあ別に朝の会ってわけじゃないんですけれども、授業の挨拶でもいいんですけれども、挨拶するときに、まあ、挨拶をしない学級 挨拶をする学級いろいろ様々だと思います朝の挨拶授業の挨拶をする時に座って挨拶をするクラス立って挨拶をするクラス様々だと思いますまあいろいろあっていいんだと思います宮沢の場合はですね立って、えー、ピシッと姿勢を整えておはようございますとか 授業を始めますお願いしますっていうような挨拶をしている学級でしたちょっとその場合を想定してやっていきますけれども子どもたちが4月きちんとできていたのに7月乱れてくるのは何かっていうと直立ですね直立が乱れてきます要するにビシッと整って4月あお願いしますとかおはようございますって言ってたんだけれどもちょっと机に手を置いてですねおはようございますいますよねこういう子どもねあるいは後ろでこうフラ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 してたりとか。 ね、一番後ろの子供なんて後ろに机がありませんから結構前後にもう動けちゃったりするんですよねだからこういうちょっと多動な子供を一番後ろに置くっていうのを配置するっていうのはあんまりよろしくないんだけれどもまあそういう状況があるじゃないですかなので直立の作法っていうのはきちんと指導をしてあげましょう直立の作法は3つですよ1つ目は指ね指がズボンの横にサイドラインが入っていますからこのサイドラインに中指を合わせるといいですよそして足はかかととかかとを揃えましょうそして最後 目線は前。 えこうししてて朝の挨拶そして授業の挨挨拶拶そ授業をすするんですよおそらく4月指導されていた先生多いと思いますけれども、えー、もう一回ね指導していきましょう指導されたことがないんだったらそういうふうに細分化して言語化して伝えていくと子どもたちはなるほどそれ分かって納得して行動変容が起きていくんでぜひぜひやってみてくださいね、えー、この挨拶の時の直立の仕方っていうことですねこちらも挨拶の直前ですね、えー、ダメだった時に「そうじゃないんだよ君たちだ,だからダメなんだよ」じゃなくて「 ってですね。挨拶の直立をしようとする直前にさあ皆さん直立の3つのポイント何だったかな覚えてますかみたいな形で指導をしていくとそうそうそうできるじゃないバッチリだって褒めてあげられるわけなんですね褒め上手な先生は褒め言葉をいっぱい知ってるだけじゃなくて実は指導を場面の直前にしているから褒められるっていうことなんですよねここに実はからくりがあるということでございます続いて4つ目授業の終わりの挨拶ですね授業の終わりの挨拶ありがとうございまし とかで授業の挨拶させる先生も多いと思いますけれどもこれはその直立だの姿勢だのそういうことじゃなくてですね「ありがとうございました」って言い終わる前に子供が休み時間にこうもうあの教室出てっちゃう走っちゃうみたいなクラスもあったりするんですねこれ学級が荒れてる学級の,あの特徴の一つだと思いますけれども「終わりの挨拶ありがとうございました」だったら「ありがとうございました」 で遊びに行きましょうよ、えー、ありますよねありがとうございました。走っていっちゃうクラス。最後の下校の帰りの会のさようならの時もさようならっても言っちゃうクラスあると思うんですけども、ここをきちんとメリハリつけていきましょう。一つ一つの活動を丁寧にやっていきましょうということですね。まあ、こんな指導もしてみてください。こちらも挨拶の直前にですね、最後まで挨拶きちんとしてから遊びに行けるといいですね。っていう挨拶の指導をしてから、 やらせるっていうことですね、えー。ということでございます。今何個目まで来ましたか。あ、四つ目まで来ましたね。いいペースですね。いいペースですね。五つ目。次の授業の準備のことでございます。次の授業準備皆さんどうですか。させてますか。指導させてますか。させてませんか。これどっちでもいいと思うんですけれども、学級の実態に応じてでいいと思うんですけれども、もしも皆さんが 次の授業の準備をしてから休み時間にしましょうねっていう指導をしているのであれば指導をすべき徹底すべきだと思いますね4月あれほど指導していたと思いますでも結構今ねなあなあになってしまってるクラス多いと思うんですよねなので一回ねこれも指導させたらいいと思う指導したらいいと思いますね、えー、授業の挨拶の直前にこちらも同じように指導をしていくきちんと授業の準備をしましょうね それでは授業終わりましょうという形にすると、子どもたち頭に残ってますから行動変容が起きていいじゃないバッチリないっていう風に指導することができます。余談ですけれども、あの僕は実はあんまりね、あの次の授業の準備を さささせせせるるっってクラスもあったんですけどさせないクラスも実はあったたりしましまなぜかというとこちらが別に特に指示をしなくてもですね次の授業が始まる時に国語の教科書やノートや辞書やタブレットがきちんと準備できていれば、まあ、それいいじゃないですかわざわざねあの手前であの準備しなくてもいいかなっていうふうに割とまああのそれができるようなクラスの場合はですねあんまりこう縛りすぎないようにはしていました。で放放させて解放させせてた結果 ダメじゃんできてないじゃんじゃあルール作ろうかっていうような形でルールを作っていくってことがありましたねなのできちっとルールを作っちゃう学級ときちっとルールを別に作らない学級これは子供の実態に応じて変えていくんですね学級が違えば子供が違えばルールも変わっていくのでその辺は臨機応変にやっていくといいと思いますよ続いて6つ目でございます授業開始時刻ですねこれは本当に大事です これも荒れ学級の特徴かなと思いますけれども荒れてる学級っていうのはとにかく授業が帝国に開始できないぐちゃぐちゃバラバラになってたり教科書の上,があの上に教科書がないとかですね、えー、そこにあるいるべき人間がいないとかですね 黒板の字がまだ残ってるとかですね、とにかくあれ学級の特徴は揃うべきところが揃っていないっていうところなんですねなので授業のもう開始時刻を徹底していきましょう,もう僕はねあのこういうふうにしていましよ、特にあれ学級を担任する時はこんなふうにしていましたえっとですね授業開始もうチャイムが鳴る30秒もしくは1分前ぐらいから担任がもう直立しています。 やっぱこれ、気づく子供がいるんでですね、ね。これで、ね、で気づく子供がいるのでその気づきを増やしていって帝国開始をしていくそれでも準備が整ってない子供、そこにいない子供とかいますよそんなものは関係ないですね、えー、きちんと準備をしている子供に損をさせてはならないわけですねきちんと準備をしている担任きちんと準備をしている子供たちそして帝国、3時間目の開始10時50分さあ チャイム鳴りまましした授業を始めましょう挨拶いない人がいたってそれは知らないこっちが正しいんだっていうこの秩序をきちんと整え直していく必要がありますねいない子供を待っちゃいけないですねやってない子供に指導支援しちゃいけないですねやってる子供優先ですねだってカリキュラム最優先ですからねただ怪我をしたりとか なんか非常に困っている子どもイレ,イレギュラーがあった時には別ですけれどもわがままでやるべきことをやらないできないんじゃなくてやらない子どもがいた時にはそこは絶対に僕はケアに回っちゃいけないと思いますねきちんと秩序を整え直していきましょうちょっと鬼の心を持ってねそこはやっていきましょうということでございます最後7つ目鉛筆を尖らせるってところですねちょっと細かいところなんですけど僕はこれ非常に大事にしていますねやっぱり良質な学習っていうのは良質なツールがない と成り立たないわけですね机の高さが高すぎるとか低すぎるとかやっぱり、えー、持ってる鉛筆がですね長すぎるとか短すぎるうそういうのは学習の墓がはかどらないと思うんですよね鉛筆の芯もそうですよ鉛筆の芯も最初4月5月は子供たちしっかり尖らせていたり あるが休み時間にきちっとね削ったりしていたと思うんですけれども、この辺がだれてくるわけです。こういう細かいところに子どもたち意識がいかなくなってくる。担任も結構あのテストがあるから授業急がなきゃって言って焦っていて、そういうところまで気が回らなくなってくるんですよね。こういったところでちが乱れていくので、一回指導しましょう。ただこれはですね、えっと授業の手前にやっておきましょうねっていう事前指導がいいって僕最初冒頭言ったんですけれども、これあんまり子どもたちでも難しいと思います。休み時間 遊びたたしどっっっか行っちゃったりすするんででこれはですねおすすめの指導法は一回例えば算数の授業だったら算数の授業中に皆さん筆箱開けてみましょう鉛筆どうですか尖ってるかなお隣さんとちょっとチェックしてごらんって言ったらま,まん丸だあ私は尖ってるみたいなねあると思いますその時にじゃあ今日は 特別だピンピンに尖った鉛筆だとすごく描きやすくてどんどん賢くなってくるからね今日だけ特別だぞ今からみんなでね削っていい前にあるあの鉛筆削り使ってもいい今自分の手元に鉛筆削りがある人はそれ使ってくれたらいいとにかく今から2分だけ時間取るから鉛筆ピンピンに尖らせる時間にしよういいかな 最高に尖らせてくれよ。それでは、用意スタートっていうことですね。で、尖らせて、さあ、みんなもう一回鉛筆見直してみよう。いいね素晴らしいねここから輝いて見える。まるでブラックダイヤモンドみたいだみたいな感じで、こう、おだててですね。すると子どもたちは、やっぱ気持ちがいいな。ちょっとこう、頑張ろうって思えるなっていう気持ちになるんですよ。この気持ちを忘れないでくれ。覚えておいてくれ。この状況いつも作っていくんだぞ。 でで言った後後ののの例えばその日の午後とかでですね今から5時間目の授業がもうすぐ始まりますけれども皆さん鉛筆は芯はどうですかとかっていうような事前指導を入れてあげるとあそうだそうだそうだ。そうだそうだ なるわけですね結構ハードルの高い指導なので実は鉛筆の芯を自分で自らセルフで削るっていうのは実は結構ハードルが高いんですよねなのでちょっとワンクッションかませてあげての事前指導してあげると、えー、行動変容の割合が実現割合がアップしてくる。 という,ふうに考えております考えておりますというかやってましたそういうふうにねすいませんだいぶちょっと20分弱ぐらいしゃべっちゃいましたね申し訳ありませんまだ注意点があるんですね注意点2つ紹介して終わりたいと思います一つ目はですねやっぱり担任が最終日まで集中の糸を切らせないということは一番だと思います子どもたちはやっぱ集中し,しづらいですしね暑いですしもう夏休みだなんてねポケーっとしちゃうところもあると思います担任が同じじゃいけないわけですね担任あの疲れれピークに達してきてきいるととと思いますけれどももちちょっともうちょっっうここ で頑張ってね最後の最後まで7月20日が最終日だったら7月20日の子供たちが下校する3時半からもうちょっと頑張ってその日の17時勤務時間が終わるまでですね気を抜かずに頑張れるようにねやっていきましょう。そして2つ目が 夏休み明けに実は整え直した方がいいって切り詰まったりするんですよね。例えばロッカー、雑巾のかけ方、字の書き方、書く姿勢なんかは今日あの七千には取り上げなかったですね。実はもう僕そこはスルーでいいかなっていうに思いますね。むしろ夏休みを 挟んでですすね2学期始ままったたに指導した方が行動変容を起きると思います例えばカバンのロッカーとか子どもたち一回夏休み中に持ち帰ってきれいになるじゃないですかきれいになった後に夏休み明けに「あ美しいねこの状況を整えたいねずっと維持しておきたいねもう一回カバンのロッカーの使い方確認しようか」っていうふうにした方が今ぐっちゃんぐっちゃんの状態のロッカーを掃除し直すとか時間かかるしなかなかそこに意識いかないと思うんですよね。 えー、雑巾の書き方も汚い雑巾が今多いと思いますけれども2学期始まったら綺麗な雑巾になってるじゃないですかあちゃんと書けたいなっていうそこにあの心に響くような指導になるわけですね字の書き方や書く姿勢も一緒だと思います、えっと、新しいノート新しい漢字ドリルとか子どもたちによっては新しい筆箱とかにしてる子ども、ね、いると思いますさあ2学期やっていこうか新しい気持ちでやっていこうっていった方が実はね指導の効率が高まるんですよねなので こういうことに関してはちょっと2学期から。 綺麗になったり物が変わったりすることに関してはこの7月夏休み直前に指導するよりは夏休み挟んだ2学期、えー、夏休み明けから指導した方がセンサー性が上がってくるので、えー、あえてねあの7月はスルーでもいいんじゃないのかなっていうふには思ったりしていますということでございましたいかがだったでしょうか、えー、今日はですね7月に整え直すべき学習規律7選こんなテーマでやらせていただきましたどれも基本的なことんだとは思うんですけれども7月にできた基本的なことがこの5、6、 7月にできなくなくくってくるのがこのがこ1学期末夏休み直前だったりすするんですよね学級系っていうのは何かかウルトラシーの大技秘技必殺技切り札があるということではなくてですねこういう基本的なことを4月から3月までコツコツ継続して続けていくっていうことが大事だと思います一番の敵はやっぱり他人自分自身なんじゃないのかなっていうふうに思います、えー、今日の動画が面白かったよ役に立ったよちょっと自分自身を変えりみるきっかけに ななるもものが一つでもあったなというふうふに思っていたただけたらですね、いいねコメントそして皆さんの大切な大切な同僚の先生にシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画を一日一本配信しておりますのでぜひお見逃しのないようにそして動画がどんどん下に埋もれていかないようにですねチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後一つお知らせさせてください。じゃんセミナー開催させていただきます。2023年7月の29日のの日日土曜日の 朝9時から、えー、っと11時だったと思います。学級作りの新時代、タブレットを使い倒せというね、そんなテーマなんですけれども、皆さん今、タブレットの、ね、指導、管理、非常に困ってると思いますね。こっち見てほしいんだけれども、タブレット見てるとかね、タブレットで学習してほしいんだけども、こっちぼーっと見てるとかね、ちぐはぐだったりするんです。これが秩序を不安定にさせてる位置、要因になってたりするんですよね。でこれ、タブレットをも使いまくる、非常にお上手に学級営学習指導に生かして 先生がおられますのでこちらの,あの本も書かれている「この先生ですね」目をクラスルームということで「一緒に学びませんか?」「7月末に学んで8月夏休み経て2学期パワーアップした自分で教壇に立つような自分に大変身しましょう」「一緒に変身していきましょう」ということでこの研究所メンバーシップにご登録いただけるとこちらのセミナーのチケットご購入いただけます。価格は4400円ののとところゴールド会員皆様なんと 1000円でチケットご購入できます。超特価でございます。初日の初動めちゃめちゃ良かったですね。もう50枚近くワーッとチケット売れたんじゃないのかな。多分この調子でいくとチケット売り切れてしまいますので、ぜひぜひ後悔のないように損のな,ないように迷ったら前に動いてみてください。ぜひぜひお待ちしております。 それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。23分4分喋っちゃいました。申し訳ありません。皆さんの教員人生、そして、えー、学級系、心から応援しております。また次の動画で明日お会いしましょう。さよなら。バイバイ。